アイテム番号、SCP-904、JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-904、JP に対しては現在のところ、物理的収容の方法はなく、経過観察と情報規制により封じ込め処置を行ってください。財団の所有する衛星による監視と発信される電波の妨害が常に行われます。情報漏洩の可能性があるすべてのメディアは常に監視され、SCP-904、JP への言及はすべて削除対象とされます。説明、SCP-904、JP は火星から天王星の軌道上にかけて分布し、地球に向けた運動を行う不特定数の実体です。現在までに7体が確認されており、いずれも同様の性質を持っていると思われます。また、オブジェクトの方向からは強力な電波信号が不定期に発信されており、オブジェクト発見につながりました。以下は発信された電波を解読したものです。南海ピザデリバリーズ、ザ・ギャラクシーをぜひご利用ください。当社は世界中の皆様に愛されております、南海ピザ、フランチャイズの誇る最新のサービスとなります。安全、ヘルシーをモットーに、いつでも出来たてのピザをお届けいたします。へい。よー、俺はピザ、ゲー、誰も見たこともないラップをやるぜ。ここは南海、南海ピザ売っている。秘伝のソース配信のテク、直伝のサーブ最高のディッシュ。イタリアンピザ屋が泣いて逃げ出す、南海のピザ。簡単なテル、注文が明快、南海、南海。いつでもクリーン、肉はすべてオーガニック、ジューシーヘルシー彼氏も嬉しい。ピザの丸は奇獣の丸だ。母なるピッツァにリスペクト。違法創業者とはリスコネクト。へい、よー、これが南海。今投資をするなら南海に決めろ。いえー、南海、南海。以上の文章の他に電話番号を示す情報が発信されていますが所在地を示す情報はなく、発信源は NGC-1952 方向であることだけ判明しています。財団の調べでは南海ピザデリバリーズという企業は現在にも過去にも存在しておらず、電話番号は接続可能ですが、公的には登録されていない番号となっています。SCP-904、JP は推定時速 25km ほどの非常にゆっくりとした速度で接近を続けており、最も近い個体でも地球までの到達には800万年以上かかると見込まれています。財団の所有する高精度天体望遠鏡による観測によると SCP-904、JP 実体はバイクに乗った人型のようであることが示唆されています。ほい。SCP-904、JP より発信されている電話番号の確認承認がおり、電子的、物理的に隔離された専用ルームから秘匿通信による確認実験が行われました。以下は実際の音声記録となります。SCP-904、JP 音声記録。実験には D クラス職員1名が担当しました。南海ピザデリバリー、ザ・ギャラクシーにお電話いただきありがとうございます。ガイダンスに従ってご注文を。なんや、録音かいな、脅かしやがって。ザピザのサイズをお選びいただきます。S サイズの方は1を、M サイズの方は2を、L サイズの方は3を。ガイダンスを繰り返す場合はサーブを。注文して AR を。D クラス職員は3をプッシュしました。次にピザをお選びください。1ファームスペシャル、2がツリミート、3南海クラブスペシャル、4にメリコ&チキン、5欲張りミックス。これマジで全部聞くんか？もうどれでも AR を。それぞれのメニューの詳細を確認される場合はの後に対応する番号をプッシュしてください。最初に戻る場合は。指示により D クラス職員はシャープ1をプッシュしました。1番、ファームスペシャル。厳選された完全オーガニックのフレッシュトマトとオニオン、グリーンアスパラを使用。女性にも優しく、発がん性物質を一切使用していないヘルシーなピザです。指示により D クラス職員はシャープ2をプッシュしました。2番、ガッツリミート。特製のスパイシーソーセージと照り焼きチキンを用いたジューシーなピザです。もちろん素材はすべてオーガニック。クリーンで有害物質を発生させません。これ全部聞くんか？頭おかしいね。以下、特に特筆点はないため割愛。
機械音声ガイダンスに従って注文を行うシステムとなっており、注文完了から4ヶ月後に天王星軌道上に新たな SCP-904-JP 個体の出現が確認されました。